どうも心臓外科医の北原です。あらゆる、質問に答えていくコーナーをしているんですけれども、今回は特別編として、ゲストに来ていただいて、その人と一緒に、質問に答えつつ、いろんな話をしていこうというコーナーになってます。で、今回は、特殊なゲストをお招きしてます。オルグン・ドルック先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オルグン先生は、現在慶応大学で初期研修2年目をやってるんですけれども、名前からわかるように、日本出身ではなくてトルコ出身なんですね。はい。で、トルコで、大学まで卒業して、その後トルコの医師免許を取って、さらに日本に来て日本の医師免許を取って日本の初期研修をしてると。そうです。はい。なんで、ちょっとですね、この非常に国際色豊か で、かつアメリカに見学に来たこともあるということで、非常に面白い経歴があるので、いろいろですね、そのなぜ日本に来たのかとか、日本の研修はどうなのかとか、その海外と日本の違いだったりとか、そういうところをですね、一緒に話していければいいなと、そういう関係の質問もいっぱい来てるんで、それを一緒に答えていけたらいいなというふうに思ってるんですけども、最初に、僕が あらかたちょっと話したんですけれども、オルグン先生 その自己紹介じゃないですけど、どういう経歴かっていうのを簡単に教えてもらってもいいですかね。あ、もちろんです。はい。まずオルグンは名字で、日本に来て外国人がその名字が最初の順番で名前言うのは珍しいと思うんですけど、私は現在28歳です。はい。で、トルコの、首都のアンカラ大学医学部を、2015年の、6月、7月に卒業して、私は昔から日本が好きで、もともと先生みたいに、アメリカに実はレジデンシーに行こうかとずっと思ってきたんですが、実際に、その医学部4年生の時にアメリカに行って、なぜか当時はアメリカじゃなくて別の国に行く気がしますということで、もともと大学時代の剣道とかやっていて日本の文化も好きだったので、日本はどうかなと考え始めて、学生時代にまた見学に日本に来て、最終的に日本で医師を、目指すということで、卒業して1年後に、日本に来ました。で、日本に来て、しばらく基礎研究、あと臨床研究の活動をしながら、日本の診療をいろいろ観察して、もちろん日本語能力試験も含めて、日本の医師国家試験の準備、あるいはその厚生労働省のいろいろ手続きがあるかと思うんですが、そういうのを進めて2016年に来て、2018年に、日本の医師免許を取得しましたが、基礎研究もう1年間、継続して、2019年の4月から、今慶応病院で、初期研修を始めました。ありがとうございます。先生、いろいろ疑問があるんですよ。ものすごく疑問がいっぱいあってですね先生と一緒に答えていきたい質問というのと、はい、僕が先生に聞きたい質問というのがあって、とりあえず僕が先生に聞きたい質問をまず片付けさせてもらってもいいですか。もちろんです。まずですね、日本にどうして来ようと思ったんですか。いろいろ海外いくつもあるじゃないですか。なぜ日本だったんですか。これもちろんマルチのファクターが、あると思うんですが、純粋にやっぱりその純粋にその、パッションっていうかモチベーション、につながっているのは、日本の印象が子供の時からずっと良くて、あとその日本の、文化っていうか、あと日本のその美しさっていうか、なんだろう、日本の魂っていうかにすごい惹かれて、特に大学時代にトルコで、非常に少ないメンバーで剣道をやっていて、で、実は剣道をやっていたのも、そのアニメとかなんか忍者、侍なんかそういうのが面白いなとかじゃなくて、ちょっと面白くて、交流剣術に興味があったからですね。
あ、そうなんだ。そのナルトを見てとかそういうことはないんですね。そういうことではなくて、そういうことがないんだ。あ、むしろあのその逆にその、まあ、歴史とか、はい、そういう、まあ、そういうことに惹かれてなんです、ね、まあ、やって、で、あの実は私は、まあ、さっきも言いましたが、あのアメリカにも、まあ、先生もさっきあのおっしゃってくださったんですが、医学部4年生、まあ、トルコは9月はじめ6月、まあ、その学年が終わるんですけど、その6月から9月までは、まあ、夏休みがあったりとかするんですけど、その4年生と5年生の間にアメリカに2ヶ月、しかもあの先生と同じくワシントン DC の方の病院に、はいはい、見学に行って、すごくあのそのいい経験でしたけど、でもなぜかトルコに帰ってきた時に、違う、まあ、自分はなんかアメリカじゃなくて別のところに行く気がしますと、うん、なんかそういう、まあ、感があってですね。なるほどなるほど。その結果、まあ、日本も好きですし、うん、まあ、日本語勉強し始めればどうかと。なるほど。そこでその発想が生まれたんじゃないかなと思います。例えば僕トルコの、まあ、トルコのその医者の感じっていうのはまたちょっと聞きたいなと思うんですけど、その、まあ、パッションがあって、はい、例えば僕がアメリカに来たのは、まあ、あの手術たくさんするとかお金を稼ぐとか、まあ、いろんな目的モテたいとかですね、すごく明確な目的があってやってきたんですよ。でもその例えばの話だと、はい、そのこうするっていう目的で、逆に言うとそういうはっきりした目的がない状態でここまでですね、日本語を勉強して日本語がすごく喋れるようになって、一体こっちに来て国家試験もだって漢字も全部覚えなくちゃいけないわけじゃないですか。そうですね。ここまでやる、はい、その何て言うんだろう、ものすごいそのモチベーションだと思うんですよね。カーブのモチベーションに対して自分が動くこの何て言うんだろう、まあアクションがすごく強かったというか、ありがとうございます。そんな感じがするんですけどね。まあ相当だから、まあ、日本で来てやろうっていう思いが強かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そのトルコの、医者っていうのはどうなんですか。そのトルコでやるっていう選択肢はあんまなかったんですか。トルコでやるという選択肢はもちろんありました。はいはい、でトルコは日本と全くその制度が違って、はいはいはい、まあ。まあ、短く説明しますと、トルコの場合は医学部の、その医学部6年間で同じなんですけど、その6年目の時はあの日本のあらゆる職権主義と、非常に似たような立場で、まあ、当直とかもあって、そのなんだろう、あのそういう、まあ、指示出したりオーダーしたり、まあ、手術だったらあの入って助手したり、まあ、小さいことやらせてもらえたりとかするあの1年間なんですけど、それ夏休みとかもなくてもあの12ヶ月1年間ですけど、それが終わって、でトルコの医師免許を取ったら、その全国にあの全国の試験があってですね、 USMLE の例えばそのステップ1とステップ2の、 あの、CK を、その混ぜたみたいなそういう試験なんですけど、まあ、基礎のものもあればもちろん臨床の問題もあって、そこであの取った成績によって、順番が決まるんですけど、その順番によって例えばこの大学あるいはこの病院のこの科に入りたいという希望を出すんです、はいはいはい、でもトルコの場合入り口は狭くて、だから例えば、何か大学の何か科に入りたいと思っても、その、年の、 あのその試験にあのその例えばトルコ全国1になっても、そこがもしポジションがなかったら入れないですね。もう一度受けないといけない。じゃあその全員分の枠が担保されてるってわけじゃないってことですか。ではないです。あの全ての、まあ、もちろんあの、選ばなければ他によるんですね。はいはいはい、はい、なるほどなるほど。その自分の行きたい科で、かつ自分の行きたい病院とか大学とかっていうところを考えると、そこに必ず行けるってわけじゃないから、はい、そうです。別のところになっちゃうかもしれないし、はい。で逆にそうすると、例えばそれマッチしなかった場合とかっていうのもあるんですか。マッチしなかった場合もあります。はい。で、あのもう一度受けるか、はい、その、まあ、別の、まあ、例えば自分がアンカラ出身でアンカラに残りたいけど、はい、結局このアンカラの病院マッチしなかったってなった場合は、まあ、他の町の、その自分が希望しているか行くか、あるいは科を
変えるかっていう選択肢があって、結果的にこれはいいことだと私は思いますが、まあ、その何か何か病院何かあるいは何か何か大学の何かっていうと、はい、そこにいる医者はみんな同じ大学卒業とかそういうなんか偏るあるいはそういう派閥学閥があるようなことは基本的にあんまりないかなと思います。なるほど。要はしっかりと公平に、そういうのが起こってるわけですね。要はその入りたければ入れるっていうものではなくってみんなしっかりやってきて、はい、まあ、だからある種そこに入ることはまあブランドになるしその人にとっての業績にはなるんだけども、要はその逆にそこが明確に分かるってことですよね。例えばどこどこ大学に行くから、はい、その大学で卒業したからその大学に入ってずっと行くっていうような感覚って結構日本だと割と前多かったかなと思うし、今でもまあそういうのはあると思う。で別にそれが悪いとは思わないんですけども、まあ、そういうのとは全く違うってことですね。はい、はいはい、なるほどなるほど。それは結構でそれで自分はまあではトルコに残るんじゃなくて海外に行こうっていうふうに思って、海外、はい、まあ、日本に、まあ、来たっていう感じですよね。そうですそうです。で5年生ぐらいから勉強して今だから、さっき 6,7 年ぐらい日本語を勉強されてって言ったんですけど、日本に来た時ってそれぐらい喋れてたんですか？はい、最初日本に来たのは6年生の時なんですね。はいはいはい、で、当時は例えば、東京の、まあ、街を歩くときにその看板とか見ると、まあ、ひらがなカタカナはもちろん読めたんですが、全ての看板というと読めなかったんですね。で本当にデイ1の時にすごいゆっくり話して、はい、会話も、まあ、そんななんか自分が考えていることを何とかして伝えるという姿勢を取ったんですが、もちろんここまでは、話せなかったと思います。なるほど。何で勉強したんですか？例えばトルコにいるときとこっちに来てからと日本語勉強したと思うんですけど、はい、何を使って勉強したとかあります？そうですね、まず日本語能力試験という JLPT という試験があって、例えばそれの一番トップの1級という NN1 というまあ、レベルを取得しないとその日本の医師国家試験を受けることができないですが、まあ、それの勉強とまた実際の勉強は違って、それの勉強はそれ専用の教科書だったり問題集だったりそういうのを使ったんですが、実際は、実際に使っている日本語の勉強というのはあんまり実は教科書を使ってないです。何で勉強するんですか？最初、はい、そうですね、最初の方はもちろん初級っていうか、まあ、そのレベルですと、はいはい、今でも覚えてますが元気という教科書があって、教科書が終わったら例えば漢字も50個ぐらい読めるとかそういうなんか目標とかも決まっていて、はいはいはい、まあ、それを最初使ったんですが、でも少しなんか読める聞いても理解できるようになったら、はい、まあ、いろいろ例えば毎日少なくとも、まあ、自分でそういう目標を設定したんですけど、毎日少なくとも例えば毎日新聞みたいなそういう新聞のウェブサイトにログインして、はい、まあ、日本語の記事1個、まあ、無理して、はい、読んで、わからないそういう単語があったらそれを調べて、なるほど、メモするとか、あるいはトルコで非常にお世話になった日本人の友達を作って、はあ、まあ、当時は実はちょっと恥ずかしくて、はい、あんまり方々と日本語で話すことはできなかったんですけど、みんなすごくトルコ語上手かったので、はい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 、でも少なくともそういう人たちと一緒にいる、っていうことは非常に役に立ったと思います。今でも、まあ、すごく感謝を覚えています。なるほどなるほど。例えば国家試験とかめちゃくちゃ難しかったじゃないですか。もうこの漢字わかんねえみたいなのなかったですか、やってるとき？最初はありましたね、はい。でももうそれは勉強していくと、もうある程度問題集とかやってても、はい、ほとんど分からない単語ない感じになるんですかね、やっぱり。そうですね、まあ私の、そうですね、まあこれは、
正しい勉強法かどうかわからないですが、みんなそれぞれだと思うんですが、自分の場合は例えばもう問題集とかもう読みまくって、はい、そのなんだろう、一つ例えばわからない漢字があっても、これ漢字は例えば何回も何回も書いてこういう意味だとか、そういうのをメモして、それに例えば5分10分を作るという、漢字ではなくてですね、はい、その漢字わからなくても、私のその当時、その問題を読んでる上で、理解が、なんだろう、それ漢字読めなかったから、これ理解できなかったということになったら、もちろんこれは何なんだって、まあ、その辞書で見たりとかしたんですけど、そうじゃない場合は、全然それを気にせずに、じゃあ次の問題っていう形で。はい、なるほど。全部読めなくても、基本的には問題が解ければいいから、まあ、そこに時間を、まあ、でそれでどんどん出てくればいずれまた覚えるしっていうことで、そうですそうです、ある程度の部分っていうのが読めてれば、はい、パーフェクトに読める必要はないってことですね。で気づけばパーフェクトになりますから、たくさん前全然、はい、はい、なるほどなるほど、なんかすごくわかります。ちなみにそのトルコと、まあ、日本とやってみて、まあ、例えば6年生の時にインターンをしてるからトルコで実際に病院で働いてもいると思うんですけど、はい、研修をやって、なんか大きく、まあ、違うところっていうか、まあ、いいところ悪いところってあれば教えてもらいたいなと思うんですけど、私は今大学病院で、はい、初期研修やっているので、市中病院の話は、まあ、聞いた話だけで、はいはい、どう違うかっていうのを、まあ、ただイメージがあって自分で経験していないからわからないですが、はい、トルコの場合、インターンは、まあ、研修医はまず大学病院でしかできないですね。なるほど。で、あと、トルコの場合、給料も出ないです。まだ学生ですから。実はその制度になっているのも、学生をそのフリーワークフォースとして利用するためですから。なるほど、なるほど、なるほど。そうですね。まあ、違う部分はたくさんあるんですね。はいはいはい、まあ、日本の場合は、まあ、まず2年間ですね、研修医。で、トルコは1年間で、選択はほぼできなくても決まっていて、例えば救急科3ヶ月、内科2ヶ月とかなんかそういうのが決まっていて、はい、まあ、そうですね、みんな大学病院でやるんですけど、トルコのまず大きな違いはトルコの病院と日本の病院の違いだと思うんですが、例えば私のアンカラ大学なんですけど、はい、病院が付属病院も2つありまして、まあ、徒歩でも徒歩15分でその間歩けるぐらいの距離だったんですが、まあ、その合計ですと多分3000床とか。おー、でかいですね。でかいですね。やっぱり大学病院は本当にもう何にもない人も来ますし、例えば外科の場合ですけど、アッペの人も虫垂炎の人も来ますし、ハーニアの人も来ますし、もちろんそういうがんの人も、あと移植の人も、はいはい、もう一番その、まあ、その段階的にそのレベル、より例えば日本の場合、大学病院だとそのがんの患者さんが多くて、しかもその中でも手術が治療がかなり高度な専門知識が必要な症例だったり、そういう人が大学病院に集まって、そのアッペだったりより、まあ、少人数でも、うん、まあ、一般の治療をできる人はその市中病院で見ることが多いと思うんですけど、はい、トルコの場合は全部同じ病院で見るので、研修医であって大学病院で研修してもできることは与えられる仕事は任せられることは日本より多いかなと思います。あ、でも日本の市中病院も多分同じで、なるほど、多分同じぐらいかなと思うんですが、はい、なるほど。そのいわゆるスペシフィックになっている部分が大学病院とかだと、まあ、多いから、日本でいう、はい、だから逆に言うと研修医とかその研修する立場の人ができる部分っていうのが少なくて、まあ、逆に言うと日本外の一般病院とかに行くとそういうのがまあ多いから、まあ、日本のそういう一般病院とトルコ の, その大学病院っていうのがなんとなく近いんじゃないかなっていう印象ですかね。そうですね、はい、なるほどなるほど。
働いてて、その例えば日本の研修制度でこれはいいなっていう、はい、トルコと比べてですね、これは全然いいなっていうふうに思うところと、はい、逆にこれはちょっと嫌だなっていうふうに思うところってあると思うんですけど、例えばどんなところですかね、はい、具体的に言うと。いいところは、まず2年間で、しかもその施設によっていろいろローテーションできるわけですので、はい、本当に自分の興味があるかを例えば回って、はいはい、どういう仕事をしているかとか、雰囲気はどうかとか、それを見るチャンスがあることはすごくいいことだと思う、はい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 、トルコの場合、そうですね、その例えば、放射線科の全然放射線科のこと全然知らなくても放射線科行く人とか、あるいはそのなんか心臓、例えば心臓外科回る人はそのトルコのインターンの時少ないですけど、うん、まあ、心臓外科いいなと思って、でもその学生の時もまあそんなに別に回ってないし、そのインターンの時も全然回ってないし、じゃあ心臓外科行こうと思って行って結局辞める人とか非常に多いですね。いわゆるお試し期間みたいなのが取るのが難しいみたいなことなんですね。そうです、はい。なるほど、いろいろローテードできる日本はまあいいかもしれないと、はい、はいはい。あとその嫌のとこ、嫌っていう、嫌なことはもちろん、まあ、どの国も どの病院もそれあることなんです、はいはい、であとその国に依存する部分もあれば依存しない部分もあるんですけど、まあ、日本のその、まあ、大学病院での、まあ、研修、まあ、ここはちょっと違うなと思っている部分は、その大きなことはないですけど、さっき言ったような例えば、研修医だから、その理解は薄いんじゃないかとか、知識もないかとか、できないかと、そういう態度を取る人が多い部分ですね。だから、例えば自分の場合は、ある程度 その人生の経験もありますし、まあ、研究もしてきていますし、トルコでの、まあ、わずかであっても臨床の経験があるんですけど、もちろんそれを最初に、まあ、分かってくれて、だから私の知識とかも、まあ、テストして、まあ、十分であれば、まあ、もっとちょっとこういう仕事を与えようという、先生もたくさんいらっしゃるんですけど、最初から研修医だからという偏見を持ってしまって、こっちでどんなに自分のその知識を、があると見せようとしても、どんなに話してもそれを無視するような人もいるところはちょっと嫌です。なるほど。まあ逆にその例えば研修医がその知識自分が持ってるよっていうふうに言ってきたら、逆にもうそれが嫌になってくる上級医とかっていうのもいると思う。そうです、そうです、はい。としては生意気だなみたいな、まあだからある種、まあその2極端に分かれると思うんですけど、すごくそういうの分かってる尊重する人たちと、一方でやっぱり日本ってすごく先輩後輩みたいな、それこそ、はい、名字で名前呼ぶのもそうだけど、そのさん付けしろとか敬語を使えとかまあ、その敬う心みたいなのが悪い部分で出ちゃってるところはあると思うんですよね。研修医と上級医だったら、上級医のいろんなことを知ってるし、はい、権限があるから偉いっていう感覚っていうのが、なんかまあやっぱり染みついちゃってるし、多分僕らもそういうふうに上からされてきてるから、はい、なんかこの、下にもそういうふうにしてしまうっていう人たちが、まあ、ある一定はいるんじゃないかな。まあ、それはどこに行っても一緒なのかもしれないですけど、まあ、日本は確かにそういう感覚っていうのは、多いかなっていうふうに思うし、逆に多分、はい、その日本、今はどうか分かんないけど、僕が研修医とかの時代だったら、日本でですね、研修医が例えば、いや僕こんなに知識持ってるからっていうふうに言ってる人はもうほとんどいないって感じですよね。それ多分海外だったら割と普通じゃないですか。例えば自分がこれだけ知ってるっていうことを表現するって、まあ当たり前のことなんだけど、そうです、そうです。だと多分そういうふうにすると、ちょっとこう煙たがられるような雰囲気っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、うん、ここで一つ言ってもよろしいですか。あ、どうぞどうぞ。もちろん幸い、自分の場合、うん、自分の場合ですけど、まあ、外国人でもあって、はいはい、あと別にその、まあ、外国人の中でも多分敬語とかそういうのをなんか使え、まあ、そういうのを気にする方だと思うんですけど、まあ、一応そういうなんだろう、日本でまあ空気を読むっていうか、まあ、そういう文化、それを、まあ、それに
気をかけているので、うん、まあそれになんか日本に合わせて、その礼儀正しくながら、その自分はこういうことしてますよっていう、それをアピールをうまくできれば、はいはい、全く問題ありませんし、すごい応援してくださる先生が多くて、でも例えば他の外国人の医師とか、まあ、いると思うんですけど、みんなどこまでそれできてるかというと分からないですね。で、フレッシュで他の国から日本に来た人は多分これ、まあ、例えばアメリカとかの場合すごく普通なことじゃないですか。その学生とか、うん、これ知ってますあれ知ってますって言ってもう積極的に質問して、積極的に私はこれできますよっていうそのアピールするところが、うん、もし日本もそうだと思ってそうしてしまって、それで悪いことが起きて、まあ、そう すいません、ちょっとうまく分かる分かる分かる、はい、多分だからそのまあ文化が違うから。そうです、大きく言ったら。だから多分どっちが間違ってるってこともないし、ないですね、はい、僕的にはその例えばオルグン先生が言ってるようなこととか、そういう人の方が今であれば魅力的だと思うし、それがなんかこうあるべき姿なんじゃないかなっていうふうには思うけど、一方でやっぱりその文化的な背景があったりとか、はい、そういう価値観があるから、自分はそっちの方が正しいと思うっていうふうに通してその文化に立ち向かっていく必要性っていうのは全くなくって、はい、だから多分オルグ先生がうまくやってるような形でいくのがベストだし、まあそうしなくちゃいけないんだったらそれはちょっと辛いことかもしれないけども、まあ仕方ない部分ではあるのかなっていうふうな、はい、まあ、もちろんそれって多分良くなっていくと思うんですよね。いろんな国策が進んでるし、日本も。だからそういうのってなくなってくるかなとは思うけど、まあ今は考えなくちゃいけないことかなとは。そうです。はい。はい、まあでもすごくうまくやってると思うし、僕はだからそういう、まあだから2つのを知ってる人ってのはやっぱりすごく貴重なんじゃないかなっていうふうに思うし、日本で何も考えずにやってってる人に比べたらですね、やっぱり全然考えてることとか、深みがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、同じような感じの質問で、その、はい、日本でいや働いてるわけじゃないですか、もう2年間、はい、でそのまあでも、まあ、外国人じゃないですか、外国で生まれて日本に来たから、はい、だから例えば日本人から見たら、はい、もうその、まあ、日本語は喋れるし日本の文化も知ってるけども外国人だっていうことで、やっぱりそれが不利益に働くことってあると思うんですけど、はい、こういう働く上で大変なこと、特に日本の病院とかで働く上で大変なことって何かありますか？これもそうですね、自分の場合ですけど、私はそのなんだろう、金髪の白人ではないですね、はいはいはい、だからよりそのなんだろう、髪も黒ですし、あと多分自分では知らないですけど、オーラとか、あるいはその歩き方とかその立ち方とか、まあ違和感を多分生まないような、感じなんじゃないかなと思うんですけど、自分の場合ですけど、日本で特にそういう慶応みたいなそういう大きな病院で働いてる上で、その外国人だからこういう差別されたとか全くありません。なるほど、なるほど。もちろん患者さんとか、まあ、最初例えば地方の方から患者さんが来て、私は例えばその部屋に入って挨拶して、まあ、オルグンです、よろしくお願いします、ちょっと診察させていただいてもよろしいですかとか、そういう話をした時に最初ちょっとあってなる方々もいらっしゃるんですけど、まあちょっとなんかそういう、まあ、慣れてない人がもちろん多いと思うんですけど、基本的に私は対策として最初そういう人たちと自分がまず日本語でコミュニケーション取れる、よっていうことを見せます。なるほど。今日はいかがですかとか、まあ、普通の会話をして、そうなると相手も本当にもう30秒で、あ、この人は普通にコミュニケーション取れるんだと思って、全く多分私の顔は日本人の顔じゃないっていうそのファクターは多分その人の中からもうその30秒で消えていくと思うんです。それをうまくやれば、まあ、その人のその苦しみあるいはその、まあ、希望していることにこちらで答えられるよっていうことを、まあ、自信も持って、
それを見せれば全くなんか、問題はないと思います。なるほど。何でもできると思います。もちろんあのどの国にもそういうなんか日本人の意思じゃないと信用しないとか、最初そう思っている人がいるかもしれませんけど、それは別に自分の国で、例えばトルコで、私はアンカラ、生まれでアンカラ出身なんですけど、例えばその地方、まあ、東の方のなんか、例えばその病院に行ってしまった場合、また同じようなことが起きる可能性があります。はい、あなたはだからここの人間じゃないから、あなたにはなんか診察されたくない、あるいはあなたには話したくない。うんうん、だからどこにもあり得ることなので、でも日本だと特に、その日本の文化を理解できてる、日本語話せるっていうことを相手に見せれば全く問題ないと思います。なるほど。すいません長くて。いやいやいや、言葉、まあだからその心の通わせ方みたいなものが大事なのかなっていうことですよね、はい。まあ、そのツールとして日本語っていうので話をして、要は多分どんだけ日本人っぽい顔してて日本人の心を持ってても、例えば5秒しか挨拶してそのまま出てっちゃう先生よりも、どんだけ例えば日本語がうまく喋れなかったとして、まあオルグ先生喋れますけど、例えばその患者さんに対して時間を使ったりとか、その話すだったりとか、そういう姿勢ってのはやっぱりすぐ伝わるから、まあ、そういうバリアってのは結局そこで解消できるもので、はい、本質的な問題じゃないってことですよね、多分。そうですね、はい。私はそう思います。なるほど。いや、そうかなって。僕はこっち来て、まあ、アメリカ来て4年経ちますけど、ほとんど英語喋れないです。はい、やっぱり、喋れないながらに、喋ってると、ある程度やっぱり理解してくれようとするし、まあ、その心が通う瞬間みたいなのをやっぱり感じるところはありますよね。だから、そういうのが大事なのかなっていうふうに思ったり、はい、まあ、勝手にしてますけど、